演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラスターバックスのコーヒーフラペチーノ、キャラメルフラペチーノ、バニラクリームフラペチーノ、これ前似たようなやつ飲んだことあると思うんですけど、また違うのはそしてこちらの2種のお菓子もいただきたいと思います。ではまずはこちら、こんなコーヒーブラックチームから飲んでみます。やっぱりアイスとはまた違った進みがある。コーヒーフラペチーノはまさにシンプルなコーヒーフラペといった感じで、この苦手な甘さが普通のものと調和しておりました。そこに豆乳食感が入って別のコーヒーとは違う感じになっています。ダークモカチップはそのほろ苦いコーヒーだったり、さらに超越する食感と味が入ることで、つらくてことで食感も楽しむことができました。そしてマニラクリームコーヒー、これは氷入りのソフトクリームといった感じですね。ソフトクリームなんですけど氷が入っていて、することができて、なんかありそうでなかったような感じのフラッペでした。そして失礼、最後に飲んだこちらのキャラメルフラペチーノはキャラメルの苦みが冷たいのでしっかりと口の中に広がって、これが一番美味しかったですね。その次はバニラ、チョコ、コーヒーで、これだけ上から 1,2,3,4 ですね。なんかもうありがちな体験になりましたね。まあ味がついてるのはやっぱりいいかなと思ってますね。でちょっと冷たく冷えちゃったのでお口直すってわけでもないですけど、こちらのスターバックスのストロベリーチョコバーといただきます。程よい甘さで口直しに、ストロベリーチョコはもうキャラメルワッフルもどちらも素材の味が濃厚で、そこにとろーりとした食感がサクッとした食感がうまく入っていて、とても美味しい。どちらもこちらの本日の点数とさせてやってます。本当に美味しいですね。コーヒーによく合いそうです。まあ、今さっき飲んだんですよね、フラペチーノ。もう視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンドリー、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。